喉鳴らしは、猫科及び邪行猫科の動物の一部が行う、発生の一種である。低周波の音で、呼気と吸気の双方で発生する。生後二日目には聞かれるようになる。喉鳴らしのメカニズムは、まだ明確にはなっていない。支配的な理論は、神経振動により、高等の筋肉の収縮が引き起こされ、生体を振動させることにより音が発生するという、ものである。 猫科の核動物、特に氷河科の動物たちが喉を鳴らすことができるのか、田舎も議論の的となっている。猫は嬉しい時にも苦しい時にも喉を鳴らすことがあり、このため喉鳴らしの意味合いはあまり明確ではない。飼い猫では頻繁であるが、自然では猫が喉を鳴らすのは種として母子関係の中に限られる。一部の研究者たちによれば喉鳴らしは、 人間の微笑みに近いものであり、仲間に対するものも人間に対するものも、含めその社会的な役割が最も重要である。喉鳴らしには治療的な役割があるとする理論もある。喉鳴らしにより送り出される低周波が骨、筋肉、腱を強化し、さらには鎮痛効果もあるのだという。喉鳴らしを指すフランス語ロンドンメ面とドイツ語、シュニューレン 英語パーなどの語はいずれも、ゴロゴロ、という音の犠牲語である。喉鳴らしは、古希と吸気の間の数十百ミリ秒ほどの短い、休止を除く、呼吸の前段階を通じて発生し続ける深幅の小さい連続音である。休憩の時の方が強く低くなると考えられているが、2010年に交換された研究によると、猫の喉鳴らしは、古希、休憩で深幅に変化はなく、 チーターでは逆に呼気の方が強かった。口を閉じた状態で発生し、最も多くの場合で2秒以上持続し、周波数は25から20ヘルツ、基本周波数は約20ヘルツである。猫の喉の嵐は3メートル四方、チーターのものは40メートル四方にまで聞こえる。音は鼻の高さで最も強くなる。発生のメカニズムは呼気音でもあり、吸気音でもある。 吸気音の発生は犬や狐など他の多くの動物も行うことがチャールズ・ダーウィン以来知られている。人間においても吸気音はゲルマン語波などで用いられている。チーターと猫の喉鳴らしを比較した2010年発表の調査によればチーターにおいては呼気音の段階の方が長くより多くのサイクルを含むが猫においては呼気音と吸気音の段階の間に 差は存在しないか、存在してもわずかであった。二つの段階を通じ、チーターは、猫より、多くのサイクルを発生させるが、基本周波数は同じであった。喉ならしは、生後二日目には授乳の際に聞かれるようになり、これにより母子はコミュニケーションを行う。この現象は母猫によるグルーミングの際にも見られる。 喉鳴らしは、子猫が涙と共に発する最初の鳴き声であり、母猫も子猫に喉鳴らしで答える。自然においては、喉鳴らしは、母と子の関係において、最も頻繁に見られるが、家猫では、人間や物体との接触によっても喉鳴らしが起きる。猫は睡眠中には決して喉を鳴らさないが、その代わりにアート鳴くことがある。猫かの動物に喉鳴らし専用の器官があるわけでは、 ない。最もルフしている仮説は、口頭の筋肉の極めて急速な収縮が正門を収縮、膨張させ、音の発生源となる生体の急激な分離が引き起こされるというものである。この仮説は、口頭の筋肉の筋電計による計測に基づいている。毎秒20から30回のピークからなる規則的、反復的な型が観測され、これが、 高頭の規則的な緊張をもたらす。高頭の変化は30から40ミリ秒の周期を作り出す神経振動によりもたらされる。この神経振動を止めることはできず。このことは中枢神経系の内部そのものに高周波の振動機構があることを示唆している。この振動を引き起こす脳の部位は視床下部の近くである。1972年の研究によれば、 急速中の横角膜の緊張には均等な切れ目があり、高等と横角膜との間の近電図のピークは同期していなかった。この高度な活性化は、機関の圧力の負の変動を抑えることを可能にし、高等が抵抗を最小とする機関中の急速における空気の流れを促進する。1987年の新しい研究は近電図により、 古速に関わる筋肉もまた喉鳴らしに関与している可能性があることを示した。2000年のデニス・シー・ターナーとパトリック・ベートソンの研究では、横隔膜やその他の筋肉は呼吸をするために必要ではあるが喉鳴らしそのものに必要なわけではないとしている。後頭の筋肉の収縮という仮説を否定し得る要素の一つとして、高頭切除術を受けた猫たちが横隔膜を用いて、 喉を鳴らすことができるという事実がある。他の仮説では、気管し、気管鼻腔により増幅された大蒸脈の振動や、さらには、火星体もしくは軟航外の振動なども言及されている。吠える、猫科動物は喉を鳴らすことができない可能性がある。弱行猫科の動物は、猫科の動物に近い形で喉を鳴らすことができる。猫科動物の喉鳴らしは常に、 議論の的となってきた、ライオンやヒョウのような最もよく知られているものも含む多くの種について喉を鳴らせるのか否かは謎のままとなっている。情報が全くないかあっても不十分な種が多いのである。ライオン、虎、ヒョウ、ジャガー、雪ヒョウなどの氷赤の動物たちは、国家が部分的であるかもしくは国家していない絶骨の人体を有しており、 これにより吠えることが可能となっている反面喉を鳴らすことはできなくなっているという。しかしながら、こうした区別には1990年代になると疑問が呈されるようになる。氷河化の発生構造では喉を鳴らすのは困難ではあるが可能なのかもしれないのである。ポールハイニーは大型の猫化動物たちは古希でしか喉を鳴らせないと主張している。国家が 部分的であるか国家していない絶骨のおかげで吠えることができるというのはリチャード・オーウェンと続いてレジナルド・インズ・ポコックが1916年に建てた歴史的な仮説でありこれにより猫科の様々な種を分類することが可能となった吠える猫科動物である豹赤と吠えない猫科動物である猫赤であるグスタフ・テータースによると 喉鳴らしは猫科の共通祖先の持っていた特徴であり、同様の発生は修練進化として他の哺乳類にも見られる。ケープジェネットやヨーロッパジェネットなど一部のウ行猫科動物も喉を鳴らす。ライオンの舌骨。上から下、舌骨、甲状腺の軟骨、甲状腺メディアを再生する最初に喉を鳴らすのは、 授乳児である喉鳴らしは接触と結びつくことが最も多く、仲の良い仲間や人間、さらには物体との触れ合いとも共に発せられる。物体の例としては、猫が前足でクッションをもみもみするときなどがある。喉鳴らしは、動物が喜びを感じているときに現れるほか、苦痛を感じているときにも現れる。獣医師は猫たちがストレスを受けたり、傷ついたり、 さらには死につつあったりするときに絶え間なく喉を鳴らし続けるのを観察している。猫は依存を表すときに喉を鳴らすことが一番多い。子猫は母猫とその父に依存し、また世話や愛武を求めるときには人間に依存する。喉鳴らしは猫たちの社会関係で重要な役割を担っており、猫は喉鳴らしによって状態を周囲にいる人間や猫に伝える。 喉を鳴らす子猫は母猫に自分が元気だと伝え、性病は愛撫されての満足を表す。また社会的な絆を強め、紛争を防ぐこともある。デニス・シー・ターナーとパトリック・ベイトソンによれば、喉鳴らしの社会的役割は、人間でいう微笑みに相当するものであり、デズモンド・モリスは、共通するメッセージが悪意のなさであると説明している。 1985年にジョエル・ルファッスは猫が自分自身のため、例えば落ち着きを取り戻すために喉を鳴らす場合があるという仮説を唱えた。病気の猫が喉を鳴らすことがある理由をこの仮説は説明する。グスタフ・ペータースもまた喉鳴らしが自己コミュニケーションの一例となりうるとしている。家猫は赤ちゃんの鳴き声と対比されるような非常に鋭い声が 通常の喉鳴らしと混交した追加の喉鳴らしを発達させた。通常の喉鳴らしと混ぜて、この混願の喉鳴らしを50人の被験者に聞かせたところ、全ての被験者がこの喉鳴らしに切迫のニュアンスを感じ取った。これは人間とのコミュニケーションに適応したものであろうと、研究者は結論づけている。猫は骨折の治癒が早く、手術後の平発症が少なく、犬に比して、 骨、筋肉、人体の有病割合が低いと獣医師たちは考えている。周波数が25から30ヘルツの喉らしには骨、腱、人体に関する治癒とさらには鎮痛の効果があるという仮説が出されている。猫科の動物の多くが鋭い痛みや腱、筋肉、関節の問題を沈める効果のある周波数の振動を発するのである。この仮説によるなら、 猫にとって喉鳴らしは体の維持を行い健康を保つ手段ということになる。この理論は二つの関節に基づいている。喉鳴らしは特定の感情や状態とは結びついていないことと、猫科の数多くの動物で喉鳴らしが残っているからには自然選択説の観点から何らかの利点があるはずであることである。さらに多くの研究者たちが20から1 4 0ルツの 低周波の音には骨、筋肉、腱に有益な効果があり、苦痛を沈められることを示している。こうした音は感情を引き起こすので、精神的な効果もある。人間は、家猫の喉鳴らしを害して満足と結びつけて捉える。フランス語ロンドンは日本語で言う、ゴロゴロ、という猫の出す音を真似た、犠牲語であり、書出は、ジャンジャックルソーの1731年の小説。 シンエロイーズの一節であった。この名詞から、喉を鳴らすという意味の動詞ロンドナーが派生し、さらに喉鳴らし一般を指すロンドンの同義語、ロンロンメントが派生した。アナロジーにより、ロンロンやロンロンメントという語は、エンジンなどの鈍い連続音も指す。英語では喉を鳴らすことは、名詞、動詞ともに、パーという。書出は16世紀で、これも犠牲語である。日本語では、 喉を鳴らすや、喉鳴らしなどの語句は、日本国語大辞典でも見出し語となっていないが、ゴロ、ゴロゴロ及び、ぐるぐるが、猫などが喉を鳴らす声として掲載されており、1890から92年の小降誌の翻訳に要例がある。覚えず喉つがゴロゴロ鳴る。主人はいよいよにこやかに頭を撫でてくれる。人を洗って、可愛がられるのはありがたいが、いささか不気味なところもある。 夏目漱石、我が輩は猫である喉鳴らしにはリラックス効果があるので人間にとっても非常に有益になりうる。喉を鳴らす猫がいることで傷の治癒が早くもなるという。猫の喉鳴らしは失われた時を求めてにおけるマドレーヌのように心よい思い出を蘇らせストレスを解消する効果があるという。一部の病院では特に高齢者に対して猫による 安らぎの効果を試行しており、また、日本では誰でも猫のそばで時間を過ごし安らぐことが、できる猫カフェが営業されている。喉鳴らしを録音したものまで販売されている。パー、ライクビブラシオンデバイスという、低周波の治癒効果を利用した発明もある。体に固定し、喉鳴らしの周波数の振動を送り込む、小さな装置である。 認知行動療法では、猫の喉のらしを真似て、呼気を中心とした呼吸を学び直すことを狙った、ソフロロジーの訓練が行われている。短く、フランス語の R の音に似たの道途を伴う呼気を行うのである。フランスの同様、小さな羊飼いの娘にはチーズを守るために子猫を殺してしまう羊飼いの娘が登場する。この歌のリーフレインは、猫の喉のらしを模倣している。 エロンイロンプチパタポンサーパーはアメリカンフットボールのチームカロライナパンサーズのマスコットである。ありがとうございます。